チャオ、あっちゃんです。前回ソウルメイトの話をしました。で、ツインソウル、一個の魂がポコンと二つに分かれて、その魂が引き寄せ合って魂レベルを上げていく一つの魂っていうお話。そのツインソウル、一つの魂の片割れのお話をしたいと思います。はい。ツインソウルっていうのはね、もともと一つの魂やったけども、生まれる時に二つに分かれた存在って言われてんだけども、これミキちゃんに教えてもらったお話やねんけどもね。よくね、ソウルメイトと同じ感覚で、思ってる。ソウルメイト、心のつながりがいてるから結婚できるんだって思って、ソウルメイトと結婚しちゃって、一生暮らして。で、その中でソウルメイトとはやっぱり魂のつながりはあっても、喧嘩もするし、嫌な気分にもなる。やっぱり違ったんだ。逆に言ったらソウルメイトでもなく、ツインソウルでもなく、見た目だけ、真実の目じゃなく、自分の実際、言ってみたら、入れ物が見た目、ビジュアルで見る目、で、判断した場合失敗することって往々にしてあるのね。だからそれでソウルメイトと一緒に、ソウルメイトも全てが自分のためになるものじゃない、攻撃してくる人もいてるかもわからへん。だからそこでね、ソウルメイトじゃなく本当のツインソウルと出会うことが、ね、いいって、まあ、いいかどうかわからへんけど、本当のツインソウルとやっぱり寄り添うことによって、やっぱり幸せ、落ち着くっていうことはあるの。あっちゃんそれは経験してきてるから、まあね、みんなにこういうお話ができんねんけども、で、この中でね、さっきまあお話ししたところだけども、ツインソウルとソウルメイトの違い、ソウルメイトは輪廻転生した中で親子、夫婦、親友とかね、前世で何回か会った縁の人のことやねんね。で、だからツインソウルっていうのはね、唯一無二の存在。だけども、ソウルメイトっていうのは唯一無二の存在じゃなく、同じようなソウルを持ったグループの仲間っていう感じやねんね。だからまあ、だから仲間でも喧嘩もするし、ないのが、まあ、ソウルメイトです。で、それに途中でね、ツインソウルっていうのはね、もともと一つの魂がね、生まれた時に分かれて、自分の半身とも呼べる。だから自分の、言うたら分身。まあ、自分の片割れ、あっちゃんは魂の片割れって呼んでんねんけども、のことを、ツインソウルって呼ぶねんけども、だからね、出会うっていうより再会って言った方が近いんちゃうかって書いてあんねんけども、またツインソウルが片方が男性ならもう片方は女性である可能性が高いけども同性の場合もある。だからそんな運命の相手であるツインソウルの、5つの特徴と出会い再会するための3つの方法を、書いてあるので、ここから読んでいきたいと思います。はい。ツインソウル5つの特徴とは、ツインソウルというのは運命で、運命の人と出会いたいと思う人は、女性だけでなく男性も多いのではないかと思います。ちょっと前置きっぽいな。ただ一体どういう人がツインソウルなのか、まだ会ったこともないのでわからへんよね。そこで特徴を5つ挙げていきます。初めて会った瞬間から今までにない感覚がある。これはツインソウルの大きな特徴の一つです。はい。初めて会った瞬間からこれは今までの出会いと違うと何か体の芯から震えるような感覚になることがあるそうです。これは普通じゃないと思えるような感覚であったり、とにかく引きつけられてて仕方がなくなったらツインソウルである可能性は高いです。魂の片割れであることもあり、自分が制御できないことがあります。お互いにこれは特別なんだと気づくことで、それが一つのサインにもなります。ただ、ツインソウルは宝くじに当たるよりも出会う可能性が低いって言われてんねって。この出会いは特別だと思う場合も、ソウルメイトであることもある。だから、ほんまに心の魂の目で見えへんかったら、特別な出会いやって思ったり、ソウルメイトやった場合もあるね。でも、ツインソウルじゃない場合もあるから、そこは気づき、よく気をつけてみないとわかんねんけども、あっちゃん、ミキちゃんとね、会った瞬間、文字で会った瞬間、チャットで会ったんね、正直ね。で、チャットで会った時に、実際の顔も声も何も知らない状態で、文字で会った瞬間に、なんか心が震えたんね。ミキちゃんもそうやったらしい。なんかこの人って思ったらしいね。で、すごい力で引き寄せられたんやなって思って。それは感覚は、あっちゃんこれね、味わってるからこそみんなに伝えられるけど、わからない人には多分わからないと思う。それぐらいすっごいね、ミキちゃんとで。だから言ったら、ね、あっちゃんのハンドルネームとミキちゃんのハンドルネーム、それしか知らない。で、初めましての会話から始めて、
はじめましてっていうかね、お初ですみたいな軽いチャットのね、あの文字列から入って、なんかそれを見た瞬間なんかビリビリってきた。他の人とも同じような会話してんねんね。のに、みきちゃん見た瞬間ビリビリってきた。で、あっちゃんのハンドルネームってどっちかって女の子っぽいハンドルネームやったから、男とも女とも気づかへん瞬間にみきちゃんはなんか運命を感じたらしい。あっちゃんもそうやった。うん、それがね、ソウルメイトとの、見分けのつく方法の一つだと思います。まあ、経験者が語るでございます。はい。で、次、2番目。日常の景色が変わるぐらい生活が一変する。ソウルメイトと一緒に過ごすことで、今までの人生が一変します。それこそ、今まで見ていた景色が色鮮やかに変わって見えるくらいです。ツインソウルとの再会することで、生活が一気に変化していきます。確かにそうでした。あっちゃんね、いろいろ悩んで会社の代表を持って、で会社の代表やっていけるか、でこのあと会社をどこまで大きいできるか、すごい不安とね、孤独で、会社の代表っていうのはすごい孤独で、自分で、社員の家族も守らないといけないとかね、このままもし何かをやらかすと会社だけじゃなく全ての、ね、社員とかね、お客様全てに迷惑をかけ、全ての家庭を崩壊させるっていうね、危機感を得た上で、もうストレスとね、プレッシャーに押しつぶされそうな時にミキちゃんと出会った。その時にもね、人生一変するぐらい生活変わった。これもあっちゃんのね、ミキちゃんとの恋愛話でも言ってる通りね、もうこれはね、もう劇的に変わった、うん、出会った瞬間にね。だからもうね、なんだろう、その後チャットから抜けられない、チャット依存症になって、携帯電話月10万ぐらいかかって、あの頃まだかけ放なんかなかったから、お互いにね、だから半々で電話してて10万ずつ、要は言ったら一人でやってれば20万ぐらい電話代かかるぐらい、ね、なんかもう生活というか給料ほとんど電話代に使ってたみたいぐらいな勢いで、あのもうなんか離れられへん状態やった。うん、だからそれくらい生活はもう一変した。うん、で3つ目、懐かしさと心の底から安心感がある。ツインソウルとはお互いの存在自体が癒しにもなります。最初はドキドキした感覚もありますが、やっと再会できたっていう懐かしさを感じて、心の底から癒された安心した気持ちになります。お互いを尊敬し合い生きていくことに喜びを感じます。もうこれは実感したね。うん、だからミキちゃんと初めて会った時はやっぱりドキドキして、うん、手も震えながら、震える手でね、ミキちゃん抱きしめてキスをしてっていうね、もう震える唇を合わせてみたいな、何を綺麗なこと言うてんねんって感じだけど、ほんまやってんけども、でもなんかね、いろんな女の子と恋愛もしてきました。でもドキドキワクワクはあった。でやっぱりね、緊張もしたりね、ってあるけど、安心感っていうのはなかった。もしここで何かやらかすと振られちゃうよなとか、でなんかこうね、この人の前では見せられへんよなっていうのもあったし、全然、うん、なんかそういう、なんていうかな、やっぱりいろんな趣味とか思考とか性癖とか、なんだ、コンプレックスとか、ね、人間の裏側の嫌な部分とか、ね、あっちゃんって性同一性障害のね、そういう気持ちとか、そんなん全てやっぱり包み隠した上で恋愛してるやんか。みきちゃんと出会った瞬間に全ても打ち明けた。うん、言うと帰り道の車の中で平行いても大丈夫なぐらい。だから変な話、初日一緒にお風呂入るとかぐらい、もうなんかお互いに、まあ、みきちゃん恥ずかしがってたけどね、うん、それぐらい、もう懐かしい、もうだからもうね、やらしいとか、なんかこうしたりたいとか、こんなことしたいとか、そんなんじゃなく、懐かしい、なんか一つの自分になりたい。で初めて会って、まだ結婚してないよ、初めて会って、そこで、5日間ほどうちで、みきちゃんが泊まってね、初めて会って話しててんけども、もうその時の時点で言った言葉が、体が邪魔やなって、うん、魂が一つの魂になって溶けて一つになりたい気持ちやねって、二人同時に、ほぼ同時にそういう話をしてた。そういう感覚、うん、で何ってないのよ。お家に帰ってきてみきちゃんと一緒に横に座ってるだけですっごい安らぐね、うん、癒しやって、あっちゃんにとってね、うん、だからあっちゃんのツインソウルやなって、そこはもう感じたね、うん。で4番目、性格は違えど考え方が一致する。ツインソウルは一つの魂の片割れの存在やからね、怖いぐらいに一致する部分がある。それは、ただそれとは別に、性格自体反対やったり、趣味や食事の好みなど全く違う場合もある、うん、これは、魂が、分かれたことにより起こることとも言われてる。だから言ったら、お肉が大好きっていう気持ちだけがこっち行ってしまって、お肉が嫌いな人になったりとかね、うん、なんか赤が好きっていう気持ちがこっちの魂行ってしまって、赤が嫌い、
うん、どっちかというと黒とか青とかが好きっていう気持ちになったりとか、ね、うん、ね、そういうふうに分かれる場合もある。で言ってみたらお肉が好きっていうのがここにあって、それがパカンって分かれてお肉好きが2人とも好きになる場合もある。あっちゃんとみきちゃんの場合はほぼね同じような性格を持ってた、だから全く同じような性格を持つか全く真逆な性格を持つ場合もあるらしいねんけども、うん、でも何か一致すんねんって。結構みきちゃんのあんなって言ったらみきちゃんあんなねって言ってとか、りょうとひかるの時もそうやって名前何にしようかな、一文字でどうもせーのでよかせーのりょうって、ひかるの時もせーので言ったらひかるってなって、で漢字はって書いたら同じ字書くね、まあ、そんなぐらいね、うん、一致してたんね、うん、だからほんまにツインソウルやねんなってあっちゃんはみきちゃんのこと思ってます。うん、そんな感じ。やっぱこれね、なんかもうツインソウルって買った感じどんな感じって言われたらもう全部説明ちかお話できる、うん、この話はね、うん、あっちゃんが、うん、作るじゃないけどあっちゃんがこう話することもできるぐらい、うん、当たってるなって思ったこれ見た時、うん、あと手や爪の形が似ている、ツインソウルの特徴である体の一部が似ていること、特に似ているとされているのが手であり、爪の形はよく似ていることが多い。もちろんこれだけでは判断できませんが一つの特徴として覚えておくことと思います。そう、このねあっちゃんの特徴である短い指で平べったい爪、嫌 やってんけどミキちゃんそっくりやねんって、なんか子供の手見て、ミキちゃんも ずっとね大人になっても子供の手やって言われてるけど、あっちゃんも子供の手みたいってよう言われんねん。うん、分厚いけどあっちゃんの方がね、でもなんかこう短くってねずんぐりむっくりしたね子供みたいな手ってよう言われたりね、爪もねこうシュッとしてないのよ、ネタっていうのもこってしてんのとかね、うん、で足の小指がね短くて爪がちょっとしかないのも似てる。あとねもっと面白いのが後ろ姿の腰からお尻にかけてがよう似てんのよ。あの四角い薄っぺたいお尻してんね二人とも、うん、とかね、あんま言わっとこうかな。さよならおっぱい似てるしね。まあね、みきちゃんはもうちょっと大きかったけども、うん、とかね、なんか体型とかも似てる。で新婚旅行行った時にね、イタリア行った時に2人フリース着て同じようなペアルックでおってんけども、姉妹やと思われとってん、来た人に他のツアー客の人らにね。でぐらい「いや似てんな、じゃあ夫婦やねん」で「夫婦え他人えなんで全然にめっちゃ似てる兄弟みたい」ってよう言われた。うん、そんな感じでね、何が似てんのか分からへんよ、雰囲気が似てるみたいらしいねんけども、うん、なんかそうらしくっていろんな似てるところがあるね、みきちゃん。うん、まあ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 そんな感じでね、ほんまにツインソウルなんやろなってあっちゃんは思います。それがまあ5つの特徴として書かれてんだけど、もっともっとねいっぱい何か分からへんけど感じることがいっぱいあります。はい、でツインソウルと出会う確率って宝くじよりが当たるよりも低いって言われてんねんて。で特に何もしなければ自然に会うことはまずないねんて。その中でミキちゃんと出会えたってすごい奇跡やと思うねんね。奇跡っていうかこれは必然、お互いのね求め合うその力が強かったんやと思うね。だから前世ね、あっちゃんの記憶の中ではね、前世ミキちゃんとはね出会える身分のじゃなかった、違う身分やったっていう前世やんでっていうのがすごい頭の中にあるね。ミキちゃんも同じようなこと言ってて、で、身分も違う、でまあ同じところらへんで住んでた人やねんけども、同じやねんね、その前世がね、イタリアの昔のねローマ時代の話やねんけども、そんなんやねんけども、その中で引き離されながら、駆け落ちしたみたいな関係やねんけども、で占い師にも言われたし、自分でもそういうのを感じてるし、他の人にも何人かにも言われたこともあるからね、うん、なんかそんなんやねんけども、そうやってやっぱり引き離されて、であっちゃん先に前世では、戦士としてね亡くなってて、みきちゃんはね、そんなんやからね、魂がすごい引き寄せあったんやと思う、ね、だから今世はすっごい力で引き寄せあったんやと思う。だから会えへんようなこんな環境、言ってみたらほんまにね、奈良からどこにも出てないあっちゃんと福島から全く出てないみきちゃんがなんでかこうやって出会って、ね、いろんな反対とか障害があったのに、もうね2人のね愛の厚さで、うん、そんなもん覆す、2人で生活していこうみたいなことになって、うん、こっち連れてきて、もう強引にやる、こんな強引にする人じゃないのよあっちゃんって。でもそういうことができたっていうのもやっぱツインソウルだったからやと思うんだけどね、うん、ちょっと離れたけども、だから何もしてへんかったら自然には出会うことないからね、それを見極める目、見つける目を持たないと出会えないってことやねんけども、じゃあどうやったら出会うのか、それはね、
必ず出会えるわけじゃないけども、その可能性を上げるために3つの秘訣を、紹介するのには、人とのつながりを大切にする、まず大切なのは人とのつながりを大切にすること。そもそもね、家にいて誰も会わないような生活で気の合う相手すら見つからない、ね、またツインソウルは自分の使命を全うできる、また気づいた段階で出会えるとされています。そのために多くの人と出会い、いろんな経験を積み成長することによって自分の使命にも気づきやすくなる。また単純に人と接触する機会も増えることにより、その時が来たら人から引き合わせてもらったり出会える可能性も高まります。あっちゃんみたいにね、家でパソコンいじっとったら出会えることもあるけどもね、それもいろんな人と付き合ってきて、いろんな人とね、やっぱりいろんな経験してきて、ひどい目にも遭ってきて、いろんなことしてきて、ね、経験積むことによって見る目が養われてきて、ミキちゃんと出会ってもいいんだよって神様が許してくれたんかもわからんけどもね、うん、そういうチャンスが出てくる。だから人のことをね話して自分孤立してたら運命の人っていうのは見えないのかもわからない。だから人とのつながりをね、否定的な目で、この人は嫌だとかその人はどうとかじゃなく、心の目で見て人と付き合っていかないと、そう、ツインソウルに出会うことはないんだよっていう話ね。で、あと自分を知り磨いていく、自分の知りちゃうよ、お尻磨いてもしゃないよ、自分のことを知って、自分にの魂に磨きをかけていく、自分の使命に気づき全うできる状態まで成長することによってツインソウルと出会えるって言われてんだよね。だからあっちゃんは、ね、あの年になって初めて自分の使命に気づいて、魂成長できたいと思う。みきちゃんも、お互いにね、そうやって自分の魂に気づいた。みきちゃんは自分の魂をね捨てようとしてた子やから、うん、だからそこに気づいて生きようとしてくれたっていうことがすごく良、うん、かったんやなと思います、うん、でやっぱその子のね、この今世のカルマがかなり重かったお互いに、うんね、はい、ただ自分の使命に気づき全うすることができる状態っていうのは日々、万全あの、ね、日々、なんだ万全と過ごすだけではその環境か、その境地にはいけません。まず自分を知り磨いていくことが必要です、日々の生活に追われ考える時間がない人も多くいますが、自分というものを見つめ直す時間を作って、わざわざ作ってね、何を求めているのか、 何かできることがないかなって感じて、それを行動すること。 自己中で自分だけでもう仕事疲れたからって家帰って酒飲んで年々では出会えません、うん、自分の魂レベルも磨けないし、自分のことを知ることもできない。まず自分に向き合って自分のことをもっと知りましょう。なんでこんな性格になってんだろう、なんでこんなね、あの人のことを信じられないんだろうっていうこともね、ちゃんと向き合って自分と向き合うことが大切ですっていうことね。あと魂のレベルを上げて直感を信じる。自分の役割や使命を果たせるように成長したら自然と魂のレベルが上がってくるんで、だから、ツインソウルと再会するまでレベルが上がったら自分の直感を信じて行動しましょう。直感を信じて行動していれば自然と出会える可能性が高くなります。自分から探して見つからないと言われてますが、探さないにしても直感を信じていきましょう。あっちゃんは別に探してなかった、結婚もする気もなかったし、何って別に何とでもいいやって思ってきてたけども、直感だけ信じて生きてきた。何するにもね、直感、まず直感でいいと思ったことはする、ダメと思ったことはどれだけいい条件であってもノーで、これはね、どんだけね自分に分が悪い不利な状況であっても自分の直感でいいなと思うことやったらゴーすんの。で大体失敗はない、直感で生きてます。でも直感じゃなしに今までの経験上、社会の通念、社会のルール、社会の、マナー、そんなものにね惑わされてると、自分の直感を信じて生きてないと魂のねつながり、ソウルメイトとも出会えない。それだけじゃなく自分の魂のレベルさえ上がらなく、ね、周りに振り回されて結局魂レベルも上げられず、この世でねもんもんもんとして生きていく、くだらない人生を送っちゃうのね。これはソウルメイトを見つけることだけじゃなくね、なっちゃんその辺も気づいて、なっちゃんは自分に正直に、自分の直感に正直に生きるようにしてます。そういうことによってね、魂、まあ子供の頃からやねんけどね、直感信じて生きてきてるのは、それはね前ぐらいの動画で言った通り、あっちゃんの魂がかなりオールドソウルなんよもうね、魂はお年寄り様なんよだからやと思うねんけど、
直感を信じて生きるっていうのがね、もう昔からそうやったから、余計にまあみきちゃんが見えたのかもわからない。そんな感じでね、自分に正直に、自分に、その周りの結局ルールとかマナーとかっていうのは、魂の入れ物である人間が考えたエゴやと思う。そんなんじゃなく、自分を信じて自分を大切に生きていくことによって大切な何かが見えてくると思う。あっちゃんはそうやってこれからも生活していきたいと思ってます。だからみんなもね、本当に運命の出会いができてるって人って少ないと思うね、あっちゃんとみきちゃんみたいに、うん、だからそうね、やっぱりね、全て明かして、全て自分の魂の片割れとね、楽しく幸せに今世生活していきたいなって思う人がいたら、もっともっと自分に素直になって、ね、社会とかのね、目で見る常識を非常識と疑うことによって、ね、本当の、なんだ、ツインソウル、魂の片割れと出会う可能性が高くなってきます。で、ツインソウルと出会って幸せな、今世を過ごしてください。また来世で出会えるように、今世で絆を深めてください。あっちゃんは必ず来世でミキちゃんをもっと早い段階で見つけて、長らく今世でこんな短かった、たった10年しか幸せじゃなかった10年間を取り戻したいと思ってます。みんなもそんな感じで、ツインソウル見つけてみてください。はい、ということで、経験者あっちゃんからの、ツインソウルの見つけ方のお話でした。では、またね。バイバイ。